はい、スピーチですね。今回は、これじゃない。このデッキね、紹介していくんですけど、まあ、サムネにある通りね、かなり上の順位で、今1956位なんですけど、まあ、時間経ってて、確か行った当時はね、1800位とかだったんで、まあ、リップを紹介していこうかなと思います。まず、枯渇からいきましょう。おっと、クラクラの数字が。ちょっと最近ね、クラクラにハマってまして、ちょこちょこね、クラロがやってるんで、クラロじゃない、クラクラやってるんですけど、まあ面白いですね。まあ相手セパレートギャングから入ってきて、まあバルキリーで両サイドおしゃれにね、受けていきましょう。枯渇のね、勝ち筋なんですけど、まあ一番されて嫌なのが、端前からね、なんか出されて、タワーにタギ行った時のバレルがめちゃくちゃだるいんですよね。タワーじゃない。タワーのタギがね、別のものに取られてる時のバレルがね、尋常なく刺さるんですよね。雪玉だとね、ワンパンできないんで、まあ、これシャアなし系ですね。例えばナイトにタギ取ってる時のバレルとかか、雪玉だけだと抑えられないんで、それがかなりしんどいんで、それをね、しっかり警戒して立ち回っていきたいですね。でもここプリンセスなんか豪快なロケットできたんで、まあ、ここはねバレキリバレ特攻しに行きます。大体ここの防衛うまかったですね。ちょっとここ自分コウモリ飛ばしてもよかったですね。これでこれうまいことね受けてくるんですよね。このアイスピとかもこれ、ね、受けてなかったらバレ一発入ってたんで、まあ相手のファインプレーかなと思います。はい、まあでもアドはね、ほぼトントンなんで、まあ、落ち着いていきましょう。まあ左削られてもね、右の方が相手を落としたいはずなんで、あんまりあのロケットはしなくてもよかったかなと思います。まあここ、端前プリンでちょっかいかけて、そしたらタイミングかぶったんでね。で、ここバレルで抑えようとしたら、後ろのバレルから見てなかったですね。焦り浮き玉打って、まあ焦ってますね。でここの展開なんですけど、ここね絶対これバルンディガーして、でこれコウモリでねプリン処理しつつインフィロのタワー出てきたら、このプリンス、あのコウモリがねインフィロのタゲ取ると思ったら、ロケット撃たれた後のね右残りをねコウモリが一発受けて入りましたね。今のでね、コウモリ今のコウモリ出してなかったら入ってなかったです。真ん中インフィだったね、今のコウモリでタゲ取れてバルーン一発入ってたんで、で、これ、端前、この前の位置のね、IT はね、あの、アイスピで止めてあげて、ちょっと IT がめんどくさいですね、雪玉だと。割と僕、ザップ派の人間なんですけど、ちょっとザップだとね、防衛がちょっとしんどいんで、まあ、防衛安定させるために雪玉にしましたね。で、まあ、プリンセス処理してあげて、あとはね、これ端前で出されるとめんどくさいんで、後ろにね、アイスピで下げて、雪玉と。で、これで GG ってことで。ありがとうございました。まあ、良かったですね、これは。まあ、今のはうまいことね、端前とかのユニットに、ちょっと待って、まとまってない。端前のね、こう、ナイトとかは来なかったんで、割と楽だったんですけど、でも上手い人だったら端前 ISP バレルとかがかなりねしてくると思うんですけど、それがかなりしんどいんで警戒したいところではあります。でここなんだっけ、あそうだ、ゴレライトニングですね。まあライトニングがちょっとね、インフィルのドラゴンじゃないインフィルのタワーにねかなり誘ってるんで、それがちょっとめんどくさいですね。でもここプリンセスでまあネクロ焼きつつ、これ両方ね、ダークネクロをバルキリーで処理しながら、ベビードラも受けていくと。で、これ、呪文的にプリンセスがヤナアムでやられて、ライトニングでインフィルのタワー飛ぶんで、防衛ちょっとしんどいんですけど、まあ、うまいこと守っていきましょう。プリンセス2周とかするとね、相手は何もできないんで。で、ここ、プリンセス処理させないための逆サイディが暴るんですね。で、これ、ランバーと。ただこれライトニング打ってきたんですけど、これライトニング打つならもうランバー出さずにライトニングだけで許容した方がいいですね。こういう時は。どうせ一発入るんでね。で、これその間にね、プリンセスが
入り永遠に入ると。でこれヤナメ美味しいですね。でもう一回ねヤナメ切ったんで嫌がらせですね。これただの嫌がらせです。これはまあ賞味しなくてもいいかなって感じはありますけど、ヤナメ切った直後でなんか出さないといけないんで相手も。でこれにバルキル入ってるちょっと珍しいデッキで、ちょっとゴレドラドラっていう、ね、ちょっとラワっぽいデッキなんですけど、まあうまいこと受けてってあげましょう。でこれに入ってね美味しいんですよね。このダメージが、このダメージ許容さしてくれたのがめちゃくちゃ美味しくて、でこれバルーン単体でまあバカ入れば落ちるんでね。でこれ無視されるとやばいんで、あの防衛させるためのねディガー出したんですけど、ちょっとタイミングかぶっちゃって、でこれ相手ありエリスクさがっつり使ったんで、このインフェルノタワーに何もできないですね。でこれ雪玉でノックバックしてあげて、でこれバルキリーとアイススピリットプリンセスと2周目プリンセスでディガーですね。防衛のディガーでもう一回雪玉で、これコウモリでしっかりタゲ取る、タゲ取ってて後ろにもう一回下げると。でこれちょっとねやばいですね。ちょっとこのバルキリーがねちょっと遅くて、遅くたっていうか相手の攻めがうまくて、まあちょっと間に合わなかったですね今の。いやここ雪玉打ってもよかったんですけど、どうせ36ターだと相手ヤナメ持ってるんでヤナメと落ちちゃうんですよね。なんでここは攻めにエリクサ使った方がいいって判断だったんですけど、正直ライトニングをねあの場面打たせれたので、まああれでもよかったですね、守ってもよかったですね雪玉で。まあここはね回転でご利用していきましょう。もう橋前プリンセスか、橋前プリンセスとディガーでね削りましょう。これちょっと一番ずれてるんで危ないですねこれ。ということで GG と。まあ最後のねあの楽年のコウモリの判断はちょっとね渋かったんですけど、まあ勝つことができてよかったです。はい、最後がジャイスケラいきましょう。まあ、ジェイスケラーもまあ枯渇の時と一緒の理由なんですけど、ジャイアントに竹取ってる時のスケラーの処理がねかなり面倒なんで、うまいことプリンセスとかバルキリーコウモリあたりをねうまいこと使ってやらないとかなり面倒くさいですね。で雪玉持ってあげてコウモリ来たんで、まあ、プリンセス合わせると、コウモリじゃないねメガゴにプリンセス合わせていきましょうってことで、そしたらスケラ来たんで、まあ、これバルキリーですね。バルキリーでメガゴのねタゲ取ろうかなと思ったんですけど、コウモリあったんでコウモリで守りましたね。まあ、ここ最悪ねバルキリーだけでもいいですね。でこれプリンセス残ったのがめちゃくちゃ美味しいですね。でここザップ切らしたんで、これかなりエリアド取れたんで攻めていきます。でまあここ相手は許容して受けてくるかなって、やっぱり対空ないんでね、ここ許容してカウンターしていきますね。まあ、多分エリアズさっき4アドくらい取ってたのかな。エリクサートントンでバルキリーがほぼね体力満タンでこっちへ来てたんで、でもここプリンセスでちょっとメガゴの竹取ろうとしてアイスピがずれちゃって、まあちょっとメガゴ止めれず一発はメガゴがタワー殴りましたね。でこのザッパ美味しいと。でもここもね2アド取ってるんですよね、まあ、ダメージはねめちゃ完封は多分するのはかなり厳しいんですけど、まあ、ちょこちょこダメージ許容しながらね、まあ、2対1で勝つのが理想かなと思います。はい。やっぱりジャイスケラー1対0で勝つのはね、多分、ポイズンとかがない限り難しいと思うんですよね。0で抑えるのは。なんで、まあ、そこそこね、ここね、相手の対空読み切ってますね、ここ。でもさっき、ベビドラしか切れなかったんで、まあ、ってことはつまり、まあ、インザレイとメガゴしかいないんですよね、多分。追加してもいい場面だったんで、正直。まあ多分割とね、あの一発のバルーンだけで、一回のバルーンだけでタワー落とされるの相手からしたらかなり渋いんで、かまってくる人多いんですけど、かまってこなかったんで1枚しかないっていう判断、2枚か、インドラじゃない、ベビドラメガゴの2枚っていう判断で、ここはずっと動いてましたね。まあこれ正解だったんでよかったです。まあ、2周目プリンセスでなんか回してあげて、まあ、あと100なんでね。まあ、どっちか守れば勝ちなんで。まあ、これ逆転来るかなってことで。まあ、右をね、ケアしてあげつつ、これ、端前で止めてあげようと思ったら、ちょっとね、タワーたげっちゃって、インフィルント。
ちょっとタワーがちょい下げちゃって、ちょっとめちゃくちゃ入ってるんですけど、まあもうちょい後ろにうまいことしたら守ってあげれたかなと思います。まあ、ここねさりげなくプリンセス延命してたジジイ。まあプリンセスの延命もあれと鍵なんでね、まあ無理にはしない方がいいですけど、できるならやってもいいかなって感じです。はい、ということで今回は6300到達のリプレイでした。ということでお疲れ様です。